ドリームチェイサーです。今回はこちら、ピカチュウと一緒に遊んでいきたいと思います。やっとね、子供たちと遊んでる中で癖が分かってきたので、これね、でもね、出る声によってって感じになるので難しいんですが、まあ声真似すればきっと大丈夫なのでやってみてください。はい、ではまずはピカチュウ起こします。ピカチュウ、かわいいね。ピカチュウ、ピカチュウ、おはよう。ピカチュウ、行ってきます。この声のトーンだと反応しないんですけど、行ってきます。はい、今分かったと思います。高い声だと反応しないのに、低い声だと反応するんですよね。ピカチュウ、ただいま。これは聞き取れないです。お、新しい反応だけど、放電してるよ。ピカチュウ、ただいま。当たりの反応で、なんかただいまって帰ってきたことを喜んでくれるアクションみたいです。ピカチュウ、10万ボルト。これだと反応しないんだけど、10万ボルト。ピカチュウ、100万ボルト。100万ボルト。ピカチュウ、1000万ボルト。ピカチュウ、歌って。ピカチュウ、ピカチュウ、もっと歌って、もっと歌って。ピカチュウ、歌って、歌って。ピカチュウ、歌って。はい、息子の声をちょっと借りて反応させてみたんですけれども、やっぱ高い声よりも低い声の方がこのピカチュウは反応しやすいみたいです。なのでね、女の子がこう言っても聞こえないのに男の子の声だと反応するみたいな不思議現象があるかもしれないので、ぜひぜひお家にある人、ピカチュウとどんなおしゃべりができるか、誰の声だと反応するのか、やってみてください。はい、ということで、また新しい動きやメロディー見つけたら紹介していきたいと思います。ピカチュウ、おやすみ。また見てね。バイバーイ。